今すぐ帰りたい。東京五輪とは、雲泥の差だわ。そう語るのは、体操界で長年頂点に立ち続けている、シモーネ・バイルズ選手です。アメリカ体操の女王である、バイルズ選手は、パリオリンピックで力強いカムバックを果たした。7月30日、彼女と仲間たちは、体操女子団体決勝で、金メダルを獲得したのです。そんな彼女は、オリンピック選手村の食事の問題について、不満を表明しました。金メダル獲得後、記者団からフランス料理は美味しかったかと質問されると、しばらく沈黙し、そういうことです。はい、選手村では、本格的なフランス料理は食べられないと思います。選手にとっては、ちょっと健康的すぎるからです。と答えたのです。一体、パリ五輪の裏で何が起きているのでしょうか。彼女の名前は、シモーネ・バイルズ。1997年3月14日に、オハイオ州コロンバスで生まれ、わずか6歳で、体操の道を歩み始めました。2012年のロンドンオリンピックの出場枠を得るには幼すぎたバイルズは、1年後の2013年から、名声を急上昇させたのです。なんと、若干16歳で、アントワープ選手権で、悲願の総合優勝を含む、2つの金メダルを獲得。この大会で、彼女は床での画期的な技、ダブルレイアウトに、ハーフツイストを加えた、バイルズを、世界に披露。2014年に、世界選手権で4つの金メダルを獲得し、2015年にも、4つの金メダルを獲得した天才は、2016年の、リオ五輪に向けて、すでに大きな脅威となっていたのです。バイルズ選手は、個人総合、団体、跳馬、床で金メダルを獲得し、平均台では銅メダルを獲得。彼女は長年、体操界を支配し続けているのです。その不屈の精神は、シュトゥットガルトで開催された、2019年、世界選手権でも発揮され、総合優勝を含む、5つの金メダルを獲得。ここで彼女は、シンディ・バイルズ2に挑戦し、審査員を驚かせました。今では、床、平均台、跳馬にまたがる、5つの技に、彼女の名前が冠されています。まさに、体操界の女王といえる、バイルズ選手は、先ほどお話ししたように、これまで様々な世界の大会に出場、そのような様々な状況で、選手生活を送ってきたはずの、バイルズ選手が、言葉を詰まらせるような食事とは、一体、今行われている、パリ五輪の裏で、何が起きているのでしょうか。実は現在、様々な議論や、問題提起が、パリ五輪の選手村に対して起きているのです。中でも、食事問題については、各国選手から多くの不満が聞こえてきています。英国競泳のスター選手、アダム・ピーティは、提供された食事に、虫が混入していたと告白。海外メディアの独占インタビューで不満を訴え、パリ五輪の実行委員会に苦言を呈しているのです。全国紙アイは、アダム・ピーティ選手村の食事の中に、虫が入っていたとの見出しで、独占インタビュー記事を掲載。アダム・ピーティは、パリ五輪で、選手に十分な食料が提供されていないとして、大会運営を非難している、という衝撃的な内容でした。本文では、ピーティのコメントを紹介。アスリートに期待されているパフォーマンスレベルを考えると、ケータリングは十分良いとは思えないね。自分たちは、可能な限り、ベストを尽くす必要があるのだから、と、パリ五輪の選手村の食事に触れ、東京の食事は良かった、リオも良かった。でも、今回は十分なタンパク質がない、行列をさばくシステムがないから、30分も並ばないといけないし、とアスリートにとって、非常に深刻な問題について、不満を訴えているのです。そもそも、このパリ五輪の食事については、6月に行われた、選手遜食道の試験オープンの際、パリ五輪大会組織委員会のトニー・エスタンゲ会長が排出量削減目標を達成するためにベジタリアンメニューを多く提供すると語っているのです。その際、組織委員会は美食の国、フランスを訪れる人々の期待を裏切らないことを約束し、普通ケータリング事業大手ソデクソに委託した食事提供のアドバイザーとして、レストランガイドミシュランの星付きシェフらを迎え入れているのです。しかし、大会が開催されるや否や、英国やドイツなどの選手団から、食事の質や量に不満が続出。実際にオープンした、パリ北郊の貧困地域に位置する選手村では、開村後の数日間、競技やトレーニングで、激しく消耗した体力を回復したいアスリートたちからは、ビーガンメニューではなく、肉や卵、大盛りなどのオーダーが相次いだそう。そのため、食料不足という問題が起きたとのこと、それもそのはずです。ヘルシーなメニューばかりで、アスリートに必要不可欠な、動物性タンパク質の供給が少ないのですから、オーダーが多いのも想定できたことです。
不満が出るのも仕方ありません。こういった指摘が多く出たことで、組織委のエティエンヌ・トボワ事務総長は、700キロの卵と1トンの肉を用意したと表明。選手の空腹と心を満たすため、迅速に対応しているとのことです。とはいえ、今回の選手村の問題は、この食事問題だけではありません。今、話題を呼んでいるのは、現地時間8月5日に、サウジアラビアのボート選手のフセイン・アリレザが自身のインスタグラムで拡散した動画。選手村の敷地内がタグ付けされている。それにはイタリアの男子競泳代表のトーマス・チェッコンが芝生に敷いた白いタオルの上に靴を脱いで靴下を履いたまま横たわって眠る様子が映っていました。何を隠そう、2024年のパリ五輪で選手たちが使うベッドは段ボール製だったのです。チェッコン選手は SNS で波紋を呼んだこの動画について、母国メディアアスカニュースのインタビューで、あれは昼寝をしていただけだよと説明。その上で改めてパリ五輪の選手村に対する不満をあらわにしたのです。多くのアスリートが選手村から移動した。そして彼らは良い成績を収めたよ。なぜならそこにはあるものがあるからだ。選手村に何が不足しているかを事細かに説明したくはないけど、オリンピックの重要なレースを控えている選手にとって最初の3、4日間なら耐えられるけど、それが10日間となるとね。特に僕らに用意された食事を考えると、残念ながら多くの人にとってはここにいることは簡単なことじゃなくなる。さらに確かに困難があったんだと強調するチェッコンは、東京オリンピックの日本人の組織力は無敵だったんだ、フランスは何かがおかしいと感じたと断言。3年前にコロナ禍の東京で開催された五輪の選手村との比較もして話題を呼んでいます。現在後半戦がスタートしているパリ五輪。このように選手村の設備や食事について選手らから不満が相次いでいるのです。では2021年に開催された東京五輪の選手村はどういった状態だったのでしょうか。ニュージーランド競泳代表で東京五輪に参加したルイス・クレアバート選手は自身の TikTok でチートデイの様子を投稿。動画では食堂で小分けのアポロチョコレート、ブドウの果汁グミ2袋をトレーに乗せたほか、ピザやフライドポテト、日本料理のコーナーで餃子も選び、最後はご馳走の時間だと意気揚々にコメント。また日本フェンシング初の五輪メダリスト太田雄貴氏も自身の X で東京五輪の選手村の思い出として日本のアイスコーナーを紹介。暑い日はアイスに限りますね。こちらも日本語パッケージなので最初は恐る恐るなどと説明。写真にはソーダバー、ストロベリー、バニラ、プレミアムバニラのアイスと英語で書かれたアレルギーや宗教に対応できるように成分表の写真を投稿。東京五輪の際には選手たちの重要な課題の一つである食事にもかなり気を配っていたのです。東京五輪では選手に食事を提供するメインダイニングは24時間営業で1日4万5000食を提供。日本、西洋、アジア料理など地域別のほか、ベジタリアン向け、グルテンフリー、ハラルなどあらゆる食文化に対応できるよう700種類のメニューが準備されていました。それだけでなくカジュアルダイニングではおにぎりや麺類、鉄板焼きなど日本で日常的に食される食事を中心に提供。世界中のアスリートたちは食事のラインナップに驚き、中には TikTok で食事を絶賛している人もいたのです。女子ボート競技のレジェンドヘレン・グローバー選手はオリンピック選手村で食べた食事で一番印象に残っているものはとの質問に、東京五輪の選手村で提供された食事を挙げ、東京ではあるエリアにとても素晴らしい寿司屋がありました、レースの後は特にみんながその小さな寿司屋に集まっていましたねと、その食事の素晴らしさを語っていました。パリでの食事を何とも言えない食事に言葉を濁したバイルズ選手も東京五輪に出場。その際は様々な日本の料理を楽しんだそうです。そんなバイルズ選手はパリ大会で団体、個人総合、種目別跳馬で3つの金メダルを獲得し、5日、種目別平均台の決勝を迎えました。ところが女王らしからぬ落下のミスで、結果は5位。それでもバイルズ選手に落ち込む様子は見られませんでした。
続く最後の種目別ゆかの決勝では2回のラインオーバーが響いて自らの演技を終えた時点で2位、一瞬苦笑いのような表情も見られましたが、バイルズ選手がすぐに駆け寄ったのはトップに立っていたブラジルのレベッカ・アンドラーデ選手の元でした。アスリートの気持ちを人一倍理解するバイルズ選手だからこそ、自分の悔しさよりもオリンピックの大舞台で結果を出したアンドラーデ選手に敬意を示した行動のように見えました。そしてゆかでは銀メダルを獲得、今大会5冠は達成できなかったものの3つの金メダルを獲得し復活を印象付けたのです。なぜ復活なのかというと、実はバイルズ選手は前回の東京オリンピックでメンタルの問題を訴えて個人総合の決勝を欠場していたのです。この時のバイルズ選手はアスリートの心の健康に一石を投じる形となり世界的な注目を集めていました。そんなバイルズ選手は休養を経て再び今回のオリンピックの舞台に戻ってきたのです。表彰式後、会見が行われた会場には各国のメディアが集まり多くの質問が寄せられました。数年前、私はオリンピックに戻ってこられるとは思っていませんでしたと、休養後の自身の進路について希望を持てなかった時期もあると告白。そして自らのメンタルの問題の告白が世界的な議論につながったことについて、メンタルヘルスを第一にして自分のために時間を取ることはアスリートに限らず大切なことです。ただアスリートにとっては特に大切で、それが長く選手としていられることにつながると思いますと話し、アスリートが心の健康を保つ大切さを改めて強調しました。またバイルズ選手は2022年4月13日に行われた女性リーダーのための会議に出席し、私がメダルを56個取ると期待していた多くの人々は私の選択が間違いだったと思っているだろうけど、五輪を棄権することが私にとっては最大の勝利だったと語ったのです。東京五輪の当日、バイルズ選手は跳馬の演技を終えると自身の健康とメンタルヘルスを優先して個人総合決勝を棄権。インスタグラムのストーリーズで、私が競技を諦めたと思っている人へ、私は諦めたのではなく心と体の調子が噛み合っていなかっただけと潔く去った理由を説明しました。一体何があったのかとファンが問うと、彼女はツイスティーズに悩まされていたのだと返答。ツイスティーズとは、重力に逆らうような技を繰り出す際に空中で平衡感覚を失う激しい精神的な落ち込みのことです。この経験について、2022年の女性リーダーのための会議で、私のキャリアで初めて自分のことを優先しなければなりませんでした。私はほとんどの場合常に他の人のことを気にかけ自分のことを後回しにしてきたからです。でも私は自分にとってベストで安全で健全なことをしなければと思ったのですと述べています。当時自分の決断にショックを受けると同時に困惑したが、今ではおそらく今までで一番勇気ある決断だったと考えているそうです。アスリート選手にとって体の健康はもちろん、メンタルヘルスも非常に重要な問題です。バイルズ選手のように自身の心と向き合い、心身ともにベストコンディションでオリンピックなどの大舞台に立つことの難しさは、一般人の我々には到底想像ができないものでしょう。そのためにもパリの選手村での食事をはじめとした選手へのサポートが今以上に充実することを願っています。日本選手の活躍もまだまだ期待できるので最後まで楽しみですね。では今回のお話に対する海外の反応を見ていきましょう。バイルズ選手のメンタルヘルス問題は覚えているわ。決勝で確か棄権したのよね。その後に彼女に対する誹謗中傷が相次いで、それも問題になってたわよね。でも彼女が言うように、メンタルヘルスを優先することは素晴らしい勇気だったわ。パリの選手村の話はニュースで僕も見たよ。結構ひどいらしいね。選手のサポートの一環のはずなのにあんな状態なんてひどすぎるよ。なんかパリの選手村の食事で虫が入っていたって聞いたわ。本当なのかしら。アスリートって体が資本なのに、そんなことでしっかりと戦えるのかしら。東京の食事を覚えているわ。いろんな選手が SNS に上げていたのを見たの。いろいろな種類が多かったみたいだし、シューマイが美味しいって聞いたわ。今回選手村を離れる人も多いと聞いたけど、冷房がついていなかったりひどい状況らしいね。そんなんじゃベストコンディションどころじゃなく体を壊すよ。そもそも日本とフランスを比べるのが無理があるんじゃないかしら。やっぱりおもてなしでは日本が一番でしょ。
フランス人はちょっと冷たいところもあるし、どこの国でも今回のオリンピックの選手村についてはニュースになっているようで、選手村へのネガティブな意見が多いようでした。また東京五輪の際の食事について覚えている方も多いようですね。パリ五輪はこれから後半戦、選手村での問題も山積していますが、徐々に改善されているようです。日本の選手の皆さんが引き続き活躍してくれることを祈りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、皆様からのコメントが励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。